いですね。実は私今ハマってるものがあってですね、それはこしあんなんですね。めちゃくちゃ美味しくてもう日本人の心が騒いちゃって大変なんですけど、今日はねそんなこしあんの魅力をみんなにお伝えしつつ、ポッパスの中でこしあんを流行らせたい、こしあん部を結成させたいと思い、今日はこしあんを食べに来ました。何個かね食べたいこしあんあったんで、いくつかピックアップしてみたんですけど、まずはこちら、トラヤカフェ、有名なトラヤさん。もともと京都で営業してたのが、天皇が東京に行くのと一緒に東京に来たっていう有名なトラヤさんですよ。食べたことあったかな、高校くらいだったら食べたことあるかもしれないけど、あんまり覚えてないので、大人になったこの味覚でこしあんを味わいたいと思います。 GO！ じゃじゃーん、買ってきました。見てください、高い。こんなのがあったんです、期間限定メニューで。甘酒あんペーストなんだっけ、甘酒とあんペーストと餅合体ちょっとあったかいうちに食べたいと思います。本当はホッパスにナミちゃんもあんこ好きなんで、ナミちゃんと一緒に食べたかったんですけど、あったかいうちに食べなきゃいけないということで食べちゃいます。いただきます。うん、うん、甘酒が美味しい。出てきたあんこ見てくださいよ。上質なあんこってね、トロトロしてるんですよ。で、紫なんです、いいあんこって。めっちゃ美味しいし、めっちゃ温まります。お餅も食べてみよう。うん、めっちゃ美味しい。柔らかいお餅、見て下にあんこがめっちゃ固まっとる。ここにあるおまんじゅうは日本一おいしいあんこって言われてるらしいんです。休日とかだとお昼過ぎくらいには完売しちゃったりとかもしたりする日があるそうなんです。あそこにもなんか和菓子屋さん違うか、とりあえずこっち行ってみたいと思います。 GO！ じゃーん、というわけでさっき買った和菓子たちを早速食べていきたいと思います。トラヤからいきましょう。ジュリさん何してるんですか。ナミちゃん、私の大好きなあんこ。チョコレート、チョコレート。違う、あんこ好きじゃなさそうな。めっちゃ好きですよ、毎日食べますよ。じゃあ粒あんかこしあんだったらどっち好き。いや、もう断然こしあんです。いいよ、よっしゃ。やっぱこしあん派でしょ、みんな。どっちも派です。どっちも派。どっちも美味しいよね。そう、時と場合によるんですよね。なんかあんこ食べたいって思う時は粒あんがいいし、なんかちょっとあんこをたしなみたいって気持ちの時はこしあんがいいですよ。お上品にね。そうそう、今日ね、でもこしあんが好きでね、こしあんのばっかり買ってきちゃったんだけど、よっしゃ、たしなみましょう。最初はこちら、おお、トラヤさんで買いました、あんこっぺ。トラヤさんであんこのペーストが売ってるの、それがコッペパンの中に詰められてるのと、あとねクリームチーズもね入ってるらしいの。へえ、美味しそう。袋もめちゃくちゃ可愛い、なんかイメージがちょっと変わりました、うん、トライさん。そうなの、敷居が高そうじゃん、トライやって。そうそうなんですよ。こんな感じです。見えますかね、ちょっとこういう感じで。見えますか、ね、頼んだのはクリームアイシャドウ08番トライさんのものですね。セクスちゃんはちょっと固めとなっております。やわらいで、じゃあこれを適当でいい、3等分。うまい、うわ、やった。美味しそう、いい匂い。いただきます。空気を含んでる感じでふわふわとなっておりますね。いただきます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。クリームチーズがいいアクセントになってる気がする。しょっぱいのと甘いのと、うんうんうん、パンにもめっちゃ合う。めっちゃ美味しい。美味しい。これはやばいです、うんうん、これね、いちご入ってるやつもあったの。絶対美味しい、うん、大好きな組み合わせです、うん、あ、そう、あとね、もう一個買ったの、個人的に羊羹。羊羹なのに薄い。開けて、あ、かわいい。めっちゃちっちゃい羊羹が売ってるの。ほんとね、なんかラブレターみたい。そう、なんかね、ホワイトデーの期間限定なのかわかんないけど、羊羹もいろんな味があって、
キャラメル味とかチョコ、チョコ味あったの。え、あるんですか？多分。可愛い。え、めっちゃ今日でトロヤさんのイメージが変わりました。なの。あ、すごい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 。すごい。え、すごい。保存食的な。うん。え、すごい。ちっちゃい。うん、なの。ちっちゃくてトロヤ。え、めっちゃ可愛いやん。これが普通の小豆。うん、これが多分チョコシナモンだって。これ抹茶です。キャラメル、キャラメルって書いてある。見えますかね。こちらです。本職ちゃんとこなんですけども、ちょっと塗ってみたいと思います。あ、めっちゃ肌なじみがいいです。シナモンチョコ、え、これがいいです。これがいい。え、ちょっとキャラメルってなんかあんまないの気になる。じゃあ抹茶ね。じゃ実食。実食食べます。めっちゃ嬉しい。え、美味しそう。美味しそう。あ、では、出てもらいます。いただきます。いただきます。ん、どうですか、抹茶。抹茶、うん。めっちゃ美味しい。チョコ？チョコです。でもシナモンの味もして、後味はなんか八つ橋の中身。生八つ橋の中身。キャラメルもね、ちょっと大人の味がして美味しい。ほろ苦い羊羹、上品なほろ苦さがある。トラヤさん、こんな感じでしたけど、次はですね、え、まだあるんですか？でねー、花園まんじゅう。おー、まんじゅう大好き。花園神社ってあるじゃん、そこら辺の近くで売ってるおまんじゅう屋さん、和菓子なんだけど、日本一おいしいあんこ、んで、日本一高いあんこって言われてる。えー、すごい。オープン。てれーん。すごい。そんな感じ。うん、そう、ちょうど3つ入りがあったの。素敵。どうぞ。まんじゅうさん兄弟。うん、ケーピー。まあ、ケーピー。やらなかった。オッケー。いただきます。あ、さっきよりめっちゃ上品。うん、甘さ控えめっていうか、うん、紫の色がさ、淡くて可愛い。うん、なんか溶けません？なんか入れ、お茶が欲しい、お茶。なんかさ、ジリあんこにハマってから、いろんなあんこを食べてるんだけど、ちょっと高めのあんこって色が薄めでさ、ちょっとみずみずしくない？うん、水分量が多いです。そうなの。これいいあんこだわ。うわやばいやばい、200が終わりで全然わからへん。水分量。美味しいところのあんこってただ甘くすればいいだろうみたいな味じゃない。うん、うん、なるほどね。甘さが控えめでもしっかり美味しい。うん、なるほどなるほど。わかるわ、わびさびがあるわ。でもな、何だと思いますか？生菓子って書いてる。生だから羊羹とか。あ、でも何羊羹と。そうですか。だいたい1個400円くらい。うおー、いちご大福。待って、一番好きです。大好き。一番好きです。1個しかないの。しょ、どうするこれ。なんかね、ちょうどね、さっき食べたトラヤの羊羹がね、あと3つあるのよ。うん、これ一番美味しく食べれた人の勝ちにしない？誰がね。いかに素晴らしい食レポをできたかで決めたいと思います。はい、1位の人がこのいちご大福を食べれるということで。食べたーい。じゃあさっきと違う味、何食べる？キャラメルがいい。キャラメル、やったー。チョコ、はい、チョコで。どっちからいく？じゃんけんする？最初はグー、じゃんけん、はい、あいこでしょ。また負けてるじゃん。じゃんけん、はい。ちょんちょんちょん、こっちからいきましょう。じゃあ何味かも。チョコシナモンです。わー、注目されてるって気持ちいい。匂いは生チョコ。生チョコの香りがする。いただきます。まずカカオの香りが鼻からふわって入ってきて、チョコレートの甘さと、なんだろう、シナモンのあのちょっとほろ苦い感じが合わさってめっちゃ美味しいです。あと、そこの中にもひょっこり現れるあんこがもう素晴らしい、美味しい。なるほど。でもちょっと気になったわ。買ったのに1万振りちゃう。どんどん振り上がってくるやん。じゃあ私行きたいと思います。私は抹茶味を食べたいと思います。抹茶と羊羹ってもうね、合うじゃないですか。はい、もう美味しい。そう、しまった。美味しいな。日本人でよかった。あ、もう茶畑が見えるよ。前
べたいと思います。うん、もう美味しくて何も言葉が出ない。出るのかい。出るのかい。ただただ美味しい。わびさび。使うの2回目。いや、この後やりそうだ。はい、じゃあ私はですね、キャラメル食べたいと思います。キャラメル好きなんよな、めっちゃ。なんかさ、洋菓子の方が好きそうな感じだよね、さっきから。チョコとか。あ、そうなんですけど、これはあの和菓子と洋菓子がコラボった素晴らしい作品なんですよ。だからもう和菓子に興味を持つ第一歩ということで、いただきたいと思います。見えますか、この光沢。光沢。本当に。いただきます。うん。キャラメルって濃いからすぐなんか水とか飲みたくなるけど、これはなんか甘さ控えめやけど、ちゃんとキャラメルで口の中入れた瞬間に、普通のキャラメルならこうめっちゃ噛まなくて顎取れてまうけど、でもこれはあのとろけてくれるし、全然顎取れない。もうすごい大変です。本当にこの柔らかさのキャラメルで焼いても、キャラメルじゃない、私は羊羹だから。それあんこは感じないの？あんこ入ってるな、入ってる。本当にあの、はい、では結果発表はスタッフ陣の皆さんにお願いします。高橋さん。わー、なんで？いやさて、だってあんこ歴生まれてからだから17年ですからね。もうおぎょった時点にあんこですバブーあんこ、ボリューあんこみたいな、そんなんでしたから。おっぱい飲んであんこしてる。いいよいいよ、もうどうぞ。このいちご大福いただいちゃってください。今バックネージックでアイドルパレッジのいちごパフェが流行ってます。何が一番嬉しいポイント、そのうち粉が少なめ。わかるわかるわかるわ。ボロボロ落ちるからな。うーん、美味しそう。うわ、めっちゃそう。美味しそう。もうなんて上品な味。これはママフック、やっぱいちごありで。ということで、今日の動画もいいなと思った皆さんはチャンネル登録、いいねお願いします。お願いします。バイバイ。